皆さんおはようございます。今日もスペースアートダンス TV でエナジー全開、ステップアップ目指して頑張りましょう。この動画は初心者ならマスターしておきたいホーシングプラスランニングマンのコンビネーションという動画から、ホーシングの部分だけを切り抜いて解説した動画になっています。ホーシング、利用頻度とっても高いと思います。そしてジャンルの垣根も越えられて、いろんなバリエーションがあるので、絶対にマスターしておきたいところですよね。このチャンネルではとりあえずヒップホップにカテゴライズしましたけれども、いろんなジャンルで使われているので、あまりジャンル、どのジャンルのステップなんだということにとらわれずに、柔軟に捉えて考えた方が良さそうなステップです。ハウスとかロッキン、ブレイキンでも使ってらっしゃる方いっぱいいますし、今回実施しているメニューでやっている少し遅めといいますかね、ミドルテンポのものよりも早く実施をする方法だったりとかもシェアしていけたらいいなというふうに思っています。ホーシングは片足でのバランスも非常に重要になってきます。ダンスが安定する片足&フロアバランスを極めるという動画でも詳しく解説していますので、こちらの動画参考にしていただいて、皆さんの能力アップに利用していただければと思います。これから見ていただくメニューの投資動画では、ランニングマンとホーシングを合わせたコンビネーションになっていますが、こちらの動画では先ほども伝えた通り、ホーシングにフォーカスして解説をしていきます。そちらの実施動画でやっている内容もたくさん練習してほしいんですが、その際にこの動画で解説していることをバリエーションを増やした状態で、いくつかバリエーションを変えながらステップアップさせながら、そんな風に実施メニューもやっていただければと思います。それでは早速メニューの投資の動画を見ていきましょう。ホーシングの部分に注目して見てみてください。それではいきます。5、6、7、レッツゴー。I was the black cat. I used to have bad luck. Now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move. Glad I packed up, slipping, falling on some X shit, and I rhyme excess. Line off, where the fuck the exit? Not that I want to, guess I must accept it. And my flow is on lockdown, arrested. Body bag beats, mark them off on a checklist. All I need to get by, man, no method. Too calm, I orchestrate such a fuse bomb. Baghdad bars, he spit but be too calm. Mason Margiela on, looking too proud. Nassau fly, might bring the whole crew down. Ow. Please clear the land deck. Ow. Top floor is the grand see step. The freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me, fools, cause I'm super genius. They see the freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me, fools, cause I'm super genius.はい、それではホーシングについて解説をしていきたいと思います。まずはポジションについて確認をします。そして次にそのポジションとポジションをつなぐ軌道について解説をします。ホーシングとは何ぞやというところですね。そして今日はもう理屈を飛ばしてかっこよく踊りたいっていう方のためにバリエーションをご用意しました。まず足のバリエーションのご紹介、そして胸のバリエーションのご紹介、腕のバリエーションのご紹介、この辺りを解説していきたいと思います。それでは早速ホーシングのポジションについて解説していきましょう。ホーシング、まず難しく考えずに2ポジション覚えてください。足を閉じている状態です。足を閉じている状態、これ1つ目です。膝は柔らかく使ってくださいね。そしてもう1つが足を開いた状態、この状態ですね。膝を同じく柔らかく使ってください。足を開いて閉じて開いて閉じて、もうこれホーシングだと思っていただいて構いません。しかし少しかっこよく踊りたいので、体重移動も付け加えてみましょう。この開いたところで右足左足それぞれに体重を移していく。今は私の右足に体重を乗せてますね。イメージ的には8割2割、上手な人になってくると9割1割とか、少し筋力に負担をかけたくない速い曲だよっていう時は7割3割とか調整可能なんですが、今日のところは7割8割、少しこちらに傾いて、しっかりと傾いていることが分かるようにしましょう。そしてもう一つ、これが反対になるということですね。開いた方針は開いて閉じるというお話でしたけど、この開いた時のポジションがどちらかに偏っている。これで2種類増えましたね。そして今度は足を閉じている時、これもかっこよく見せたいので、どちらかの足を前に添えましょう。これは横から見た方が分かりやすいので、横からやってみます。こういう感じですね。はい、でこれ本当は両方ともつま先体重の方がいいです。今はちょっとずっと耐えられないので後ろの足かかとついていますが、前の足におよそ2割1割本当に軽くちょんづけする、支え程度に置くようにしてください。ここですね。そして後ろの足、こちら側に体重を7割8割乗せるようなイメージです。横向きの方が分かりやすいと思うので、ここから開いたポジションから寄せていきますね。反対もやってみましょう。こういうイメージですね。今のような形で少し前の足をクロスさせてあげる。前の足になった方をクロスさせてあげる。足を閉じた時のバリエーション、これも2つ増えましたね。閉じているだけではなくて、右足が前のバージョンと左足が前のバージョン、これで2つ増えました。だいたいホーシングは今のように体を傾けたり、その場所でやったり、これを大きく使い分けていくっていうパターンが見られることがとても多いです。さあ、それでは次、軌道についてご説明しましょう。まずはステップの軌道となるので、足だけに注目をしてみてください。ホーシングは閉じるところと開くところをつなぐステップです。そして開いているところから閉じるにあたって、足ができるだけ直線的に、自分の靴をイメージすると分かりやすいと思うんですが、靴が地面とスレスレを通って寄せてくる。そして最後にポンと上から、ちょっと大げさにやりますけど、こういう感じですね。寄せてきてからポンと足を閉じて、地面についた瞬間の反発をいただくような、そういうイメージで実施していただくといいです。今度は逆に閉じたところから開くところ、開いたところも同じように靴は地面スレスレを通ってください。はい、ただし真ん中に寄せる時、こっち側と違って外に出す時っていうのは、横に力を逃がしてしまうと体自体が完全に止まってしまうんですね。そうすると次のステップにつなぐ時にやりづらくなってしまうので、閉じる時よりも少し大きめに軌道の丸を作ってあげるようにしていくと、地面からの反発をもらいやすくなるので、これをもう少し音に合わせてやると、ポン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 、早く反発をもらいながら楽にステップができるようになります。内側に絞る方、外側に出す方、この2つ、この軌道を意識しながらステップしてみてください。傾いている時も同じです。同じです。こちら側に乗っているところから、ここの足を寄せる、この足を寄せる。開く時も少し大きめにいって、ここから反発をもらう、ここから反発をもらう、このようなイメージで軌道を作ってください。さあ、それではいよいよお待ちかねのステップのバリエーション、今日は3つ紹介したいと思います。今ご紹介してしまったんですが、体重をその場、つまり自分の芯ですね、軸を動かさないようにしてステップをするホーシングのやり方、これが1つ目ですね。一番最初、入門の方だったり、今日初めてホーシングをやるよっていう方におすすめのやり方です。2つ目いきましょう。2つ目は先ほど言った体重をどちらかに傾けているところから、足を真ん中で前後にする、前の足をちょんづけするイメージですね。ここから反対側に傾けて、また足をクロスする、傾けてクロスする。このクロスのやり方は、いろんなやり方あると思うんですが、傾けたところから次に傾きたいのが向こうだよねっていうことになるので、傾きたい方の足を前にちょんづけしてあげると体重の移動がスムーズになりやすくなります。今度は向こうに傾きたいですよね。こっちの足がその方向にあるので、その足を前に持っていってあげて傾いてあげると。ちょっと横でもやってみます。皆さんから見て前側に傾いています。ここから反対の足傾けて下ろす。今度はこちら側の足が前にちょんづけ下ろす。こういう感じですね。これが2つ目のバリエーションです。さあ、それでは足のバリエーション、今日3つ目最後のご紹介になるんですけれども、他の動画でもいくつか足のノーマルポジション、片足のバランストレーニングだったりとかでも出てきてるポジションなんですけども、ここに上げていくっていうステップをやってみましょう。どういうことかと言いますと、真ん中でちょんづけしている足のポジションありましたね。これ左右ともにあったと思うんですが、こちらの足を膝上げちゃう。そうですね。そしたらこの足少しツイストしてもいいと思いますし、人によっては膝から下を上げたりとかすることもあります。今はまっすぐ上げるだけにしてみますね。この形をこの形に変えるだけです。どういうことかというと、傾けたところから、こっちの方が分かりやすいかな。傾けたところから反対の足が前にちょんづけするんですよね。そしたらこの足を膝上げちゃう。そして上がってる方に落ちちゃう。反対の足が前に来ちゃう。下ろす。トン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 。こんな感じですね。そしたらさっき言ってた少し膝を内側に入れるようなバージョンもやってみましょうか。トン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 。こういうイメージですね。横からもやってみましょう。ここからせーの、トン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 。はい。この際の注意点としては、前に少しだけですけど支えがなくなっていくので、バランスが片足のみになります。なのでしっかりと上から踏みつける意識を強くするとうまくいきやすくなります。はい。ステップのバリエーション3つは覚えていただけましたでしょうか。そうしましたら、ステップっていうのはここに胸のリズムだったり腕の技術をプラスしていくことで、よりそのジャンルらしく見せる、ストリートダンスらしく見せる、そういうことができるようになります。今回胸のバリエーション3つご紹介します。初心者でもできますのでご安心ください。まず簡単なステップに戻しましょう。足を閉じてる、開いてる、閉じてる、開いてる、これがホーシングでしたね。この閉じている時に胸をダウンさせる、こういう状態ですね。この状態と開いてる時にアップさせる。ダウンアップ、ダウンアップ。横から見てみましょう。閉じている時はダウンでした。開いている時はアップでした。これを繰り返していきます。ダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップ。これだけですね。さっきのステップバリエーションでやると、傾けた時というのは開いている時と同じなので、この時はアップでしたね。アップになって、足を閉じている時はこちらちょんづけ、前のクロスに当たるので、こちらはダウンでした。この繰り返しになります。こうです。ダウンからアップ、ダウンからアップ、ダウンからアップ、このようなループになります。今のようにステップにボディのリズムを入れることによって少しバランスは変わってくるんですが、より大きく見せることができるようになります。それでは2つ目のバリエーションに行ってみたいと思います。2つ目のバリエーションは今のアップとダウンを入れ替えるということですね。どういうことかというと、傾けていった時に先ほどはアップになっていたものをダウンにチェンジしちゃいます。次、足をクロスした時、胸はアップに変えてしまいます。開いた時はダウンですね。アップですね。ダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップダウンアップ、このような形になります。横からも見てみましょうか。足を開いた時はダウンの形でした。せーの、アップダウン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 。はい、これでアップとダウンのアクセントを互い違いに取ったりとかすることでリズムを表現できる幅が、上で取るのか下で取るのか幅が広がりましたね。さあ、それでは3つ目のバリエーションに移っていきたいと思います。3つ目のバリエーションなんですけれども、今度は胸をコントロールするうちの一つに体をひねるというものがあります。どういうことかというと、ターンが入ってくるんですね。ここが難しいところになってきます。右足に乗っているじゃないですか。正面を向いた今日ご紹介したバージョンっていうのは、必ず右足から反対の左足に移るように構成されています。ただ今の回転のやり方をやると、ここからなぜか同じ足で落ちることになります。こちら側からこちら側に傾いていくときに180度ターンをさせるので、こっちに行けるように同じ方にターンをすることになります。このようなバリエーションを使ってできることっていうのは、リズムを少し変換させて見せたかったりとか、違和感を残してお客さんをハッとさせたかったりするときに使ったりする技になります。ここからじゃあいくつか例を紹介してみましょうか。まず右左とやっているところから急に今のターンの技を入れてみます。ではやってみます。ここからこうこうこう、もう一回やってみます。こうこうこう、こういう感じですね。はい、今のようにグッとターンを入れることによって、ホーシングのバリエーションがハッとさせるような動きを見せることができるようになります。今ご紹介した180度ターンのホーシングは、初心者の方でも少し慣れてきたよという方がやると、自分の中で次のステップに進んだという感覚が得られやすい技となっています。さあ、今胸のバリエーション3つご紹介しました。こうしてステップとプラス2つ目、何かを動かすことによって少し違った表現の仕方をすることができますよね。今度は腕のバリエーションを3つご紹介したいと思います。先ほどまでは足をステップさせている時に腕は何もしてないので、なんとなく準備体操のようなイメージになってしまったと思います。この手が入ることによって急にダンスらしくなっていくと思います。では手の動きご紹介します。足を開いた時に手を横に出す、はい、これはいろんなスタイルの方がいますけれども、今日は分かりやすくチョップの形で横に出すようにしましょう。チョップの形にしていただいて横に出す、これだけにしましょう。はい、で足を閉じた時は好きな方の手を前にしていただいて、クロス軽くしてみましょう。あまりここで指をカチッとしてしまうとリズムがかっこよく見えないので、少しリラックスをした形でいいと思います。外に出た時にピシッ、少しアクセントを取ってあげるとかっこよく見えると思います。では一番簡単な足を閉じる開くだけでやってみたいと思います。このような見え方になります。これは横向きでもあまり見え方変わらないと思うんですが、一応やっていきます。このような見え方になります。はい、ちょっと傾けたバージョンもお見せしておきましょうかね。傾けた時っていうのは体も少し傾きますので、この横向きですね、 T のような形になっているものをこういうふうにせずに、腕が体の軸に対して腕が横についている状態をそのまま持ってくると分かりやすいと思います。ここですね、はい、見え方は斜めになるんですが、自分の背骨に対しては真横についていると、そういうイメージですね。ここから足をちょんづけしてクロスになりますね。そこから傾きますね。クロス出す、クロス出す、少しリズム刻んでみます。こういうイメージです。横からも見てみましょうか。せーの、こういうイメージですね。これが1つ目の横に開くというバージョンになります。それでは2つ目の腕のコントロールご紹介していきたいと思います。腕の形を英語の L、 アルファベットの L の形で見せるようなイメージになります。これもニュアンスいろいろありますけれども、今日のところは分かりやすく大きなパーにするというところでやっていきましょう。そしてカチッと伸ばすのではなくて、少しリラックスをして肘の関節にゆとりを持たすような出し方にするといいでしょう。そして先ほどと同じように真ん中に行った時、手は軽いクロスにしておきましょう。反対に行く時は腕も反対になります。足と一緒にやると、まず一番簡単なステップ、フッフッフッ、リズム刻んでみます。ドンパッ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 、これを傾けバージョンでやってみます。せーの、フッフッフッパッドンパッドンパッドン、こういう感じですね。これも先ほどの横 T 型と同じように、傾いた時に地面に対して直角を描くのではなくて、自分の背骨に対して直角を描くようにすると見せ方としてかっこよくなります。この L の形よく使われている方いらっしゃるので、動画とかを見ていると、あ、これ使ってるなんていうシーンもあるかもしれません。是非練習してみてください。それでは最後のバリエーションをご紹介します。こちらもよく使っている方を見られるスタイルになります。ブルックリンアローというスタイルなんですけれども、矢を放っている直前ですね。これはね、アローって日本語に訳すと矢という意味なので、これを矢を放つ直前を表現しているステップになります。この矢のところをこういうふうに L の形で見せる方多いので、こっちの方が舞台とかステージで見た時に映えますので、より大きく体を見せることができますので、今日はこっちの L の形でやるようにしますね。で、こっちの手はグーにして伸ばす。この矢のなんて言うんだろう、あれっていうの矢の、ごめんなさい、名前が出てこないんですけど、この部分を持ってるイメージですね。で、こちらは矢を引くために引っ張っていて、ここまで引っ張っちゃう、こういう状態ですね。こちらが T、 こちらが肘を使った L の形になってます。反対も同じですね。この時に親指の伸びてる方は親指を上にした状態で持っているようなイメージにした方がいいと思います。こちら側は親指を同じく上にするのではなくて、後ろ側っていうんですかね、こっちから引っ張った時に親指を後ろ側にしてあげて、引っ張っているようなイメージにしてあげてください。反対も一緒です。こちら側は親指が上の状態、こちらは親指が後ろの状態、このようなポージングになります。大抵このブルックリンアローをやるときにその場でステップをするっていうスタイルはないんですけど、一応ちょっとやってみましょうかね。こちらとこちら、ステップを簡単にした方がね、最初はやりやすいと思うのでやってみます。こっち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 、こういうイメージですね。次は傾けるバージョンでやってみたいと思います。体重に乗ってる方に弓を引く方ですね。こっちが柄を持っている方になります。このような状態ですね。ここから足をクロスさせるのと、手は今回の場合は簡単にクロスを軽くクロスをしてみてください。反対です。こっちですね。反対、ブン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 と、こういうイメージです。そしたらこの時に今までの手を横に出すのと L に出すのと少しだけニュアンスが違うのが、これはお好みあると思うんですけれども、少し腕を伸ばしてから回転させるように出した方がやりやすく感じるかもしれません。こういうイメージですね。こういうイメージです。ここからこっちに行ってしまうと、少しバランスが急に落ちてしまう感覚があって、バランスを崩しやすいよっていうパターンの人が多いように感じるので、今回は伸ばしていきましょう。それに合わせて反対の手もこういうイメージですかね。横から見たらこういう風に出してあげるとやりやすいかなと思います。先ほど横見せてなかったと思うんで、横ちょっとやってみますね。クロスをした状態からせーの、ブン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 、こういう状態です。これを斜めで見せたりする人もいますし、かなり応用の利くブルックリンアローなので、ぜひこの腕の出し方マスターしてみてください。以上で足、胸、腕のバリエーションのご紹介でした。ぜひ実践メニューと一緒に手を入れてみようかな、胸を入れてみようかな、自分の中で工夫してプラス2つ目の動きチャレンジしてみてくださいね。はい、それではTips コーナーに移っていきたいと思います。私がこれまで経験した中で、ホーシング、こういう風に体重を移動した方がいいよとか、こういう筋肉の使い方が効率がいいんじゃないかとかっていうところをシェアしていきたいと思います。それではまず一番最初に覚えていただきたいことは、重心と重心線という言葉。この言葉結構レッスンでも聞くことがあると思いますし、私も自然に使ってしまっているんですが、なかなか重心、重心線、これなかなかイメージができない方って初心者の中ではいると思います。重心線を体の芯と言ったりとかする方とかもいらっしゃいますし、ほぼ似たようなニュアンスはちょっと違うんですけれども、ほぼ似たような意味を持つので、重心と重心線について簡単にお話をしていきたいと思います。重心っていうのは体の中央に当たる部分です。何でもそうなんですけど、物を反対側に線を引っ張っていて、点ができるところ、必ず線が交わるところが重心と言われているんですけれども、人間の重心はだいたいこうなってますよね。線を引っ張りますって言って、一番の中心点っていうのはおへそのちょうど下と言われています。はい、で僕はこの股からおへそのちょうど真ん中あたり、本当に下腹部ですね、骨盤が切れて、その真ん中あたりを意識するようにしています。ここグッグッて押すと少し、なんていうんですかね、膀胱を押されてる感じっていうんですかね、ここ強く押すと変な感じがするんですけれども、この部分をすごく意識するようにしています。この部分が自分の重心だと捉えてください。そして分からない人はこの辺だと仮定をして、後から慣れてきて少し 1cm、2cm っていうイメージを変えていくことがおすすめの確認方法になります。そしてじゃあ重心線って何なのっていう話になってくるんですけども、この重心がありますよね。重心っていうのは体重、体を移動させると重心も自然と移っていくわけですよね。この重心が地面に対して直角に伸びている線のことを重心線というみたいなんですね。この重心がこちら側に移動をしていくと、当然ですけれども地面に対して直角に移っていく線も移動してきますよね。移動してきますよね。この重心線がイメージできるようになると、バランスコントロールに役立つということなんです。では重心と重心線の意味は分かったよ。それをホーシングにどうやって利用するのというところを説明していきたいと思います。ホーシングは閉じて開いて、これが入門初級者の方にまずやっていただきたいステップだと言いました。実はこの時重心と重心線は動かないように意識をしてほしいんです。重心ありますね、線ありますね。足を開いていても閉じていても、一番バランスが取れるのは体の真ん中の軸になりますよね。重心線になりますよね。ですのでずっと重心線まっすぐのまんま、重心を動かさない、体重を動かさないようにステップをすることがおすすめです。次にこれがアップダウンが入ろうが同じことです。こういうことですね。例えば手を横にしても、あ、間違った、こうですね、こうですね、はい、同じことです、はい、ただ次ですね、これだと味気がないですよね。ストリートダンスっぽくないですよね。ですのでここでこちら側、これが登場するわけですね。ここからここ、ここ、はい、勘のいい方はお気づきかと思いますけれども、前にクロスをした時というのは重心線できるだけ真ん中にしておきたいわけなんですね。反対のところもそうです。真ん中にピタッと置ければ、足注目してくださいね。真ん中にピタッと置ければ、両方つま先でも数秒間は立ってられると思います。反対も立ってられると思います。筋力の強い方はかなりの時間耐えられると思います。そうすることによって安定したステップができるようになりますよね。これがまず足を閉じた状態です。傾いた時はどうなるでしょうか。重心線がかっこいい人だとできるだけ自分のつま先、親指の根元の裏側ですね、ここに母子球という、丸い部分があるんですけれども、それに自分の重心線を近づけてあげればあげるほどよりかっこよいと言われているスタイル、形に近づきやすくなります。今このまま落としていくと少しずれてますね。ただここ5センチから7センチぐらいですかね、これも結構ももきついと思います。この部分ですね、いける人だと本当に素晴らしいなっていう人だとここまでいってステップぐーんと返してきますからね、これは素晴らしいなと思います。ですので完璧ではなくてもいいですけど、自分の母子球の位置と重心線の位置、真ん中にいる時はかなり開いてますよね。これを近づけてってあげるんだ。そして次は自分の真ん中スタート地点に戻ってくるんだ。こっちの足を置く位置をもう想定しといて自分の重心線を移動していってあげる。真ん中を想定する、足を踏む場所を想定する。この次の動きの前に足の置く場所を想定しておけるとかなりバランスを取りやすいステップにできるということなんです。これが重心と重心線、足の置き方、その関係性になります。はい、それでは重心線、これ分かったよ、ね、足の置き方も分かったよっていう話になるんですけど、これが今日今すぐにできれば誰も苦労しないわけなんですよね。ですのでここで少し筋肉の使い方について、特に今壁に当たったりとかなんかかっこ悪いんだよなって思う人はホーシングだけでなくて他のステップにも生きてくると思うので、是非参考までにシェアしたいと思います。では特に難しいのは真ん中ではなくて体重が動くことだと思いますので、こちらからいきます。ここから足が先ほど軌道としてはできるだけ寄せるように早く靴が地面をスレスレを通って最後に力を反発もらいましょうというお話になったと思います。この時に足を寄せるという行為は、足の寄せる指さしてください。どっちに寄せたいですか、指さしてください。そうするとこっちについてる筋肉っていうのは、太ももだったらこちらになりますよね。体だったらこちらになりますよね。こちら側の筋肉をギュッと絞ると早くそちら側に移動できるという習性が人間にはあるんですね。こちらです。ここから向こうに行きたい。じゃあ足だけ考えてみましょうか。足こっち側だ、太ももだったらこっち側、このふくらはぎのところだったらこっちの内側だ、こっちに力をグッと入れて移動するのだ、こう考えるわけなんですね。そうしましたら今度は反対ですね。反対も同じ考え方です。向こう側に行きたいんだ、こっちに指をさす、こっちに指をさす、確認をする、そして持ってくる。そうですね。そうしましたら反対側の足ってどうなるんだろう。反対側の足はこちらからこちらに行くわけではないですよね。反対からこちらに今行きましたよね。ですのでこの足だけを考えるとこちら側に移動するわけなんですよね。ですのでこちらの足は指をさせばこちら側の筋肉を使いたい、こちら側の筋肉を使いたい、この足はこっちに移動する、この足はこっちに移動する。だからこの内側の内転筋と呼ばれている筋肉をギュッと寄せれば自然と体が真ん中に引き寄ってくる、こういう習性を持っているわけです。一回ね、ボディのことは置いといて足の話だけに集中しましょうね。もう一度いきます。せーのせーの、このようなイメージですね。はい。ですので特に難しいのは重力を使って落ちる、こちらではなく反重力、重力に逆らって上がっていくこちらだと思いますので、この内転筋というところを意識すると必ず開いたところから閉じたところに戻りやすい。これ他のステップでも応用できる考え方なので、是非利用してみてください。はい、それではからもう一つコツをお伝えしたいなというふうに思います。ですね、これまで伝えてきたのは自分の体のことだったと思うんですね。重心はどこにあるんだよとか、筋肉の使い方はどこなんだよっていうお話だったと思うんですけれども、今からお伝えしたいのはタイミングのお話になります。タイミングです。必ず体がジャンプをして落ちると、踏んだ瞬間に反動というのが起こります。髪の毛揺れるかな？揺れた？揺れました？揺れましたかね？ここですね、これですね、反動を受け取っていて髪の毛が柔らかいので揺れるということになるんですね。この反動をつかむと人間というのは連続してジャンプをしやすくなるんですね。はい、今は反動をつかみました。反動をつかめないタイミング。つまり反動がもう頭の上から抜けてっちゃってさよならってした後にジャンプをするとこういうふうになります。はい、ここで注目してほしいのが足の裏で出ている音なんですけれども、反動つかみます。次、反動を逃してミスしてみます。音少し変わったの分かりますかね。反動をつかめてる方は短いジャンプ、短い設置時間になるので高い音になるんですね。そして反動を逃した場合は鈍い音になるわけなんです。これどちらがいいということではありません。どちらもいいです。例えばヒップホップで重く見せたいというスタイルの場合は反動を逃してあげた方がかっこいいわけです。その分筋肉を一度一度入れていかなければいけないのでかなり負担はかかります。次、反動をもらった場合というのは速いステップの時ですね。例えばハウスのような速い曲、1分間に120回以上テンポがあるよなんていう曲の場合で5、6ダン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 とかっていう振り付けがよく見られたりするんですけれども、ホーシングですね。この時なんかはボディをしっかり固めて反動をもらうようにしないと間に合わないということがあります。ですので必ず反動きたな、反動きたな、一つのポーズから一つの軌道、そして終着点、ここから軌道を作ってエンドポイント、この時に反動が得られるかどうかというのは必ずどのポジション、どのステップでも確認をしといた方がいいポイントとなります。横に行ってみましょう。これもこっちばかりに意識を取られていると反動が得られませんので、この反動を得られてさえいれば速いステップにも対応できるということになります。今のタイミングをつかむことと筋肉を2つ合わせてあげれば、初心者の筋力がまだ完成してない人でもある程度の速さまでは対応できるようになるので、そういった頭で考えたステップの運び方もぜひ参考にしていただければ幸いです。それでは最後に一つだけ皆さんに注意点としてお伝えしておきたいポイントがあります。今回ボディのバリエーション3つ目で紹介している回転しながらホーシングをやるというところでの一つ、注意ポイントといいますかアドバイスみたいなものを一つだけシェアしたいと思います。今反発のお話をしました。反発を得るものと反発を逃すやり方、これ2つあってどちらがいいということでもないよというお話をしました。ちょっと語弊があるかなと思ったので修正しておきたいんですけれども、当然ですけれども反発を得た方がいいスタイルもあるわけですよね。反発を得ない方がいいスタイルもあるわけなんです。今回のこの回転は反発を得ない方がいいんですね。反発をむしろ抑え込んであげないと回転はスタートしません。では違いをやってみましょう。こちら側からこういってひねって落ちる、このような話だったと思いますが、ここだけにフォーカスしていった時に反発をしない、こっちの方がいいよというやり方やります。準備をしてこのようなイメージです。反発をしてみます。これスローで見ると分かるんですけれども、体がぶれてしまってるんですね。今必死で抑え込もうとしたんですけれども、ちょっとわざとらしくやってみましょう。ここからリズムが均等に刻めないんですよね。なぜかというとですね、回転というのはこっちに移動しますよね。反発というのはこっちに移動しますよね。これを同時にやることっていうのは非常に難しいわけなんです。ですので反発は止めてしまう。止めるから横にしっかりと力が伝わる、落ちる、このような流れになります。正しくもう一度やってみます。これでリズムをキープできます。反対もやっておきましょう。ひねります。はい、反発をしてないのが分かると思います。反発もう一度させてみましょう。おお危ない。あまり、おすすめできないですね。こういうふうに今みたいなバランスの崩し方をしてしまう方っていうのも結構見られますし、私やってる時にどうしてもあーってなっちゃうんですっていう人は、反発の使い方に少し工夫をするといいのかもしれません。それは反発を得られすぎてしまっているのかもしれないですし、反発を殺しすぎてしまっているのかもしれないですし、そこを自分の中で微調整していくとバランスは取りやすいよ。そして最後に思い出してください。重心と重心線、それをどこに置くのかということを工夫するのがステップを理解するのにものすごく近道になります。はい、それでは今までお話ししたことをまとめとして、少し短めではありますが今日ご紹介したステップを音でお見せしてお別れしたいと思います。それではどうぞ。I used to have bad luck, now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move, glad I packed up, slipping, falling on some X shit, and I rhymed excess, line off, where the fuck the exit? Not that I want to, guess I must accept it, and my flow is on lockdown, arrested, body bag beats, mark them off on a checklist, all I need to get by, man, no method, too calm, I orchestrate such a fuse bomb, Baghdad bars, he spit but be too calm, Mason Margiela on, looking too proud. Nassau fly, might bring the whole crew down. Ow. Please clear the land deck. Ow. Top floor, it's the grand step. See, the freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super genius. And see, the freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super genius. The black cat, I used to have bad luck. Now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move, glad I packed up, slipping, falling on some X shit, and I rhymed excess, line off, where the fuck the exit? Not that I want to, guess I must accept it, and my flow is on lockdown, arrested, body bag beats, mark them off on a checklist, all I need to get by, man, no method, too calm, I orchestrate such a fuse bomb, Baghdad bars, he spit but be too calm, Mason Margiela on, looking too proud, Nassau fly, might bring the whole crew down. Ow. Please clear the land deck. Ow. Top floor, it's the grand step. See, the freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super genius. And see, the freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super genius. And see, the freshman was cool, but now they super serious. And you should freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me, fool, 'cause I'm super genius.さあ皆さん、今日のホーシング解説いかがだったでしょうか。大体初級編で押さえてほしいなっていうところは網羅できて解説できたかなっていうふうに思っています。ステップができるようになることと振り付けを踊りこなせるようになるというのは全く別物のことだと思います。ステップだったらステップそのものができればいいんですけれども、パフォーマンスに生かす時っていうのはそれは相手にとって狙った効果を発揮できるように、例えば、楽しいと感じてほしいと思うのならば楽しいというステップを踏まなければいけなくなってきますよね。そういった狙いを持ってコレオグラファーの方々は心血注いで一つ一つの動きをクリエイトしているわけです。そうした振り付けの動き一つ一つにはニュアンスっていうものがあって、ステップの基礎だけをマスターしているっていうだけではなかなか表現ができないことがあります。特にヒップホップっていうのは文化ですから、その自分の中でのルーツだったりとか生き様だったり思想だったりっていうのが反映される、それを表現できるっていうことは必須な能力になってくるような気がします。そういった背景がヒップホップ、こうしたストリートダンスにはあるので、なかなか教えてもらう時にこういうニュアンスだから、こういう感覚、こういう感じと教えられることも多いのではないかなというふうに思います。とはいえ初心者の方はその日初めてやるステップがあるから初心者なわけで、首をかしげたり理解ができなかったりすることも多いんじゃないかなっていうふうに私の経験則では思います。だからこそ参考までにバリエーションだったりとか胸、腕、足の動きを分解してお伝えできるこういった動画を作れるっていうのは本当に嬉しいなっていうふうに思っています。いろいろ紹介したバリエーションの中で自分の好きなものをまず選んでいただいて、そこから発展させていくっていうステップにしていくといいんじゃないかなって感じます。そういうふうに少し知識をつけてから練習をしたり真似したりすると、自分がお好きなダンサーを見たりしている時に、あ、こういうことをやってるのかもしれない、これとこれを混ぜてるのかもしれないと判別できるようになるかもしれませんね。そうすればそのニュアンスを真似することもできますし、自分の中でもっともっと楽しくなっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。私たちのチームではフォーシングと統一して呼ぶようにしていますが、人によってはフォーシングっていう名前だったりとか、今回ご紹介したバリエーションの中でブルックリンアローというスタイルもこのステップと含めてそういうふうに呼ぶケースもあります。私たちのスクールの方では、全インストラクター共通してこちらのメニュー初心者のうちは絶対マスターしてほしいよねっていうことで絶対に教える内容のバリエーションだったりとかするので、是非皆さんも全てバリエーションマスターしていただければ嬉しいです。他のステップを紹介している動画、ポップコーン、ランニングマン、フォーシングは今やったからロジャラビとか、こちらの動画も作っていますので、こちらの方も是非参考にご視聴いただければ嬉しいです。できたらもっとたくさん動画作っていきたいですね。何がいいかな、なんかリクエストがあれば皆さんコメント欄に、リクエストしてください。参考にさせていただきたいと思います。スペースアートダンス TV では皆さんがエナジーあふれるダンスライフを送れるように大切にコンテンツ制作を行っていきたいと思っていますので、ぜひご視聴と応援のほどよろしくお願いいたします。それでは今日のメニューもお疲れ様でした。